ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間その1、気合を入れてスタジオに入った瞬間。さあ今日もスタジオ練習頑張っていこうか。おいこら、何人が叩いた後やねん。これはもう絵の通り、前に入っていた人の機械なセッティングがそのままになっている。どんなやる気を持ってしてもこれに出会うとテンションは雨の日のテンパぐらいだだ下がり。最近のスタジオでは見かけないが、みんなも気をつけよう。ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間その2、スタンド調節中に。さあシンバルスタンドの高さをちょっと縮めたいかな。ちょっと変えていこうかな。こうやってここのネジを回す。これは全ドラマ一度は経験したことがあるやつである。実はなんですけど、これ指をスタンドに挟んでしまうっていうのをね、指をスタンドとスタンドの間に挟んでしまうっていうのを、撮ろうと思ったんですけど、まさかですね、予期せぬシンバルの攻撃を、食らってしまいました。普通に事故です、これ。ほんまに、打ちどころ悪いと、マジ、脳天に切れ傷みたいなのできるから、皆さんも、シンバル調整するときは、マジでリアルに気をつけてください。よろしくお願いします。ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間、その3、楽しく叩いていた、その瞬間。これに関しては、痛い。本当に痛い。シンプルに痛いです。言うならば、タンスの角に足の小指と薬指を2連続でぶつけたみたいな。そんな感じの痛み。たまにライブ中にこれが起こってしまうと、もう痛みに耐えて、もう叩き続けるしかないんですよ。もうさながらもう戦場を駆け回る乱暴みたいな。その姿、戦場を駆け回る乱暴みたいな。まあ、ドラムってもう、戦士なんです。優しくしてね。ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間、その4。楽しく叩いていた、その瞬間、その2。絶望、その漢字二文字が最も似合うのは、この現象やと思います。あ、ライブの激しめの曲、突然すっぽ抜けるビーター、もうほんまに、一体私が何をしたんみたいな。何も悪いことしてみたいな。なんなら今日一日元気に過ごしましたみたいな日に限って、もうこんなことになってしまう。そんな訴えも虚しく、曲は、続いていきます。この現象になると、低音の部分が極端に減るので、聞いててすごい分かっちゃうと思うんですが、逆に考えるな、感じろ、みたいな。逆に考えるな、感じろ、みたいな、体でね、いきたいと思います。ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間、その後、逆台の例のあれ。
いや、寂しい。もうそれだけ。寂しい。だってどうしようもないもんな。うん。もうこればっかりしゃあない。もう諦めるしかないわ。ドラマーがドラムをやめたくなる瞬間、その6。割と小さめなライブハウスで。我らの血塗られた大運動会へようこそ。いやもうこれももう一番まずいやつ。もうシンプルに一番まずいやつ。もうそもそも見えん。そもそも見えへん。え、私は一体何を見にライブに来たの。一人足らんのだが。もうほんまにもうしょうがないね。もうこういう時もある時はある。もうその時はもうみんな許してね。